はい、デレクの石本です。今日はですね、こちらのアンプをご紹介しようかなと思います。こちらのアンプはですね、フェンダーのトーンマスターシリーズの GT200 という、ちょっと前の機種でございますけど、もう今は一応生産完了になってるのかな。まあ何かというと、あのアンプのシミュレーションが入ってて、その他にエフェクター、ストンプボックスであるとか、モジュレーションであるとか、ディレイ、リバーブですね、そのあたりが全て網羅されていると。この付属でフットスイッチがねついてるので、ライブでも簡単にいろんな音色をちゃちゃっと使えるという。でしかもまあこれ GT200 っていうことで、ね、一応 200W あるんですけど、12インチのスピーカーが2発入ってまして、重量はねそんなに重くないんで、GT200 はですね 15.42kg ということになってます。高さが 53cm、 幅が 64cm、 8mm、それから奥行きが 25.4cm と、まあ、このサイズで約 15.5kg ぐらいですから、そんなに重くはないですね。まあ、普通12インチのスピーカーに2発入った真空管アンプやと、下手すると 40kg とかねあるものもありますから、それを考えると非常に軽量で、持ち運びも便利なんではないかなと思います。中高音になりますので、若干の使用感はありますけども、まあ、全体的には割と綺麗なんですけどね、ちょっとなんかこの上のここのとこにね、なんかぶつけた跡があって、ちょっと見てみましょう。あのアップでいきますか。ここね、ここで、こっち側はちょっとひび割れが入ってますけどね、コントロール関係とかね、この辺り全然問題なくて、まだ液晶のとこにシールも貼ってあります。で、一応電源入れてますか。こんな感じでフェンダーって入りました。プリセットがそろそろこう、あ、ムスタング GT シリーズのロゴが出て、ほいっと、プログラムの一番がベーシック6号ツインブラックパネルになるのかな、うん、のツインリバーブのことでしょうね。こんな感じ でこのつまみますと、いろいろこうやって出てくるわけでございます。57のツイードのアンプなんか、ブラウンデラックス、まあフェンダー系のアンプが得意ですからね、いろいろありますけど、その他にもブリティッシュ系の、いわゆるマーシャルとかアッチ系とかね、まあいろいろメタルなんていうのもありますね。スタジオプリで、まあ、こんな感じでいろいろ出てくるわけでございます。でこの他にこのつまみでいろいろ細かなコントロールもできると。でマスターボリュームがあるので、ボリューム絞ったらそれなりにちっちゃい音で使えるので、 100W あってもお家で使うことは可能ではないかなと思いますね。フルチューブの真空管アンプやと、ちょっと上げるだけで音が出ないボーンっていうアンプの特性はありますけれども、これはねデジタルアンプなんでそういうことは ございません。ヘッドホン端子とオブジュアリー、いろいろこの辺でエフェクトだとか、メニュー、これをメニューでね、いろいろこうやってあのチューナーとかね、あ、そう、 Wi-Fi とか Bluetooth なんかも使えますんで、携帯の音をこっちに入れたりとか、ね、そんなこともできるんじゃないかと思います。こんな感じでいろいろあるわけでございます。これが、フットスイッチでございます。プリセット、これで、バンクダウン、バンクアップ、同時に押すと、2つ同時に押すとバンクダウン、バンクアップとかいうのがね、いろいろできるんでしょうな。後ろも一応見てみますか。はい、よしよし。後ろはですね、この辺で、外部のラインアウト端子、ね、LR がついてて、 FX センド、 FX リターン、これもステレオでちゃんとありますね。でフットスイッチの端子があって、 USB のあれですね。それから電源と、でここはセレッションのね、12インチの G12FSD っていう12インチのスピーカーが2発ついております。この下にね、ここにフットスイッチをこうしまえるようにマジックテープがついてて、こっちは電源コードかな、使えるように、ね、マジックテープがついておりますんですね。それではね、サウンドチェックの方に行ってみたいと思います。ではサウンドチェックに行きたいと思います。ギターはいつもの、ね、デレクカスタムギターで、ミッドブースター付きのやつでございます。ストラトタイプ3シングルのメイプルワンピースネックという RW です。では電源を入れてみます。フェンダーの
液晶のところにフェンダーのロゴが出て、ムスタング GT プログラムナンバー1が出てくると。これがプログラムナンバーで、これを回すとベーシック6号デラックスとか、ベーシック57ジャンプ、ベーシック57デラックス、ベーシック57ツイン。やっぱりフェンダーのアンプだけあって、フェンダーのモデリングはたくさん入っておりますね。でその他にもいろんな、こうどんどん回していくとね、 66GA15、 これはねギブソンのやつみたいです。ブライトワッツ、多分ハイワットかなんかやと思うんですけど、ブリティッシュ60年代70年代80年代このあたり。60年代は出たかな、ボックスダンちゃうかな、60年代がね。で70年代はマーシャルのスーパーリード、80年代は JCM800 だ。オレンジのアンプがあったり、90年代これがねメサブギーのデュアルレクチュア、これがメタル2000というやつが EVH の51503ということらしいです。まあ、こんな感じでいろいろ入ってるわけでございます。でまあとりあえずベーシックの1から言いますが、このツインリバーブ、 6号ツインやからブラックフェイスのねツインリバーブやと思います。ちょっとボリュームを絞って、感じですね。57チャンプ、これなんかは57年のツイードチャンプでしょうね。だからあのワンボリュームでこうちょっとモコッとしたサウンドになってるんちゃうかな。57デラックスやけどリバーブ音が入ってますな。まあこれあの一応プログラムなんでね。あとそうやな、なんかギブソンの音、ギブソンの音も言ってます。
リティッシュ60年代のブリティッシュ、これはボックスの AC30 かな、それにインスパイアされた音ということでございます。ブリティッシュの70年代風というやつです。こっちはね、マーシャルのスーパーリードか。今度80年代、これはマーシャルの JCM800 ですね。現代版のマーシャルっぽい。メタル2000っていうやつなんかもあります。これはバンヘイレンの音ですな。 EVH の51503 をベースにした音だということだそうですけどね。
まあいろいろこうやってプログラムできるということで、今ボリュームもプリセットのとそのまんま こっちはゲインとか全部触らずにね、ボリュームだけマスターだけちょこっとだけ上げて音出してるんですけどね、こういう昔の真空管アンプなんかやったらとんでもない音量を出さないとそれらしい音は出ませんけども、さすがシミュレートアンプはめちゃめちゃ歪んでてもちっちゃい音で、ね、お家で密かに練習するぐらいの音量で鳴らすことも可能だと。こっち側にねいろいろ、今セットリストとかいろいろありますけどね、回していくとチューナーですな、これチューナーちょっと低いんかな、あこんな感じですね、これちょっとチューナーとか、あとこっちをいじると、今これあのメタル2000っていうアンプになってますけど、これをよいしょ、これをいじるとね、例えば57デラックス、こっち側でいろいろいじれるんちゃうかな、トレブルをちょっときつくで、ミドルをカットしてベースもカット気味でいくかな、でゲインボリューム上げようか、ゲインはちょっと抑え気味と、みたいなね、ことができると。これを回すとストンプボックス、レンジブースター、オーバードライブ、ブラックボックスね、こういろいろあります。グリーン、これはあの TS808、 これでポチョンと、なここにつまみの動画、この矢印を下にすると、ゲインを上げるかね、これゲインフル、よいしょ、でこれトーンもきつくするかな、こんな感じですな。でこれをまた回すと、ラージホール、バス、リプレスメント、ディレイ、モノディレイで、これはきつすぎるからこれをレベルをちょっと下げると、ディレイタイムはもうちょっと短くしましょう。200ミリセカンドぐらい。よいしょ。これはこんなもんでいいかな。フィードバックもちょっと、少なめにしてね。ライトネス、明るさもちょっと少なめにしますかね。タップが点滅してるんでディレイタイムにしてやると、こうタップでこれ変わりますね。まあこんな感じで使えるわけでございます。モジュレーションかけますか。モジュレーション、コーラス、
オーラスもかけすぎるといやらしいから、ね、少し下げてと。こんな感じで変えられると。いじるとね、これがセーブっていうのが点滅するんで、これをオンにするとそこにセーブされるということでしょうな。 FX をペケにするともうあのアンプモデリングだけになる。今ラージホールっていうのが入ってるんで、これでという感じでございます。で、あと、あ、そうそう、それからあとこっち側のフットスイッチ類で、今これプリセットがこうやって変わったりとか、エフェクトで、あ、これが電気ついてますよね、ここわかります？これで、これでじっと押すとエフェクトがオフになるとね。で、これエフェクト3つぐらいこれであるんでしょうな。で、こう長押しするとこれでまたチューナーモードになるといいと。まあこんな感じですね。自分の好きなセッティングにしといて、音色をいじる場合はここのね、このつまみをちゃちゃっといじれば、すぐに自分の好きな音色になると。で、エフェクターをいじる場合はこのこれを押すとこの丸いつまみでねできると。で、割とあのプログラム式のアンプという割には使いやすいというか、現場でもちゃちゃっと音をいじれるということがあるのではないかなと思います。それとあと音量をフルチューブみたいにドッカーンってなるんじゃなくてね、かなり絞った音でも使えるということで、なかなか使いがあってはいいんじゃないかなと思います。あと、まあこれ中古なんで、このなんかぶつけた後でね、これここのとこが傷んでるというね、こっち側もなんか上からどんどん落ちたんですかね、これね。なんかこっちはちょっとひび割れが若干入ってますけど、こっちはなんかへこんだ感じになってます。あとはね、そんな大きな傷とか汚れもないので、使い勝手のあるアンプではないかなと。だからしっかり音量を上げればね、 200W ありますから、大きなステージでも十分使えるんではないかと思います。というわけで、フェンダーのトーンマスタームスタング GT200、 こちらのご紹介になりました。一応ね、あのオーナーズマニュアルを前の持ち主さんが全部プリントアウトして分厚い本にしてくれてますんで、使い方がわからないということも特にないでしょうから、いいのではないかなと思います。本日はフェンダーギターマスタング GT200、 こちらの中古をご紹介いたしました。この動画が少しでも参考になったなと思っていただける方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。デレックの石本がお送りしました。